ヤグチにサンダーバード2号&救助メカ93号です。いよいよ93番でやってまいりました、ほんとね。ということで、今回はですね、コンテナポットの吸引磁力天板パーツ&ボディということで、これ実はね、やっちゃったんですよ。このね、尖った方がね、にこのね、穴の開いたところをね、つけなきゃいけないんですけど、これとこれをね、逆にやってしまいました。後でまじまじ見たら、もうね、で、ここになんかつけなきゃいけないんですけども、実際ね、つけれないんで、強引にこの穴をね、ここにね、霧で開けました、さっき。まあこれ、録画中にやるとまたね、時間がとんでもなくかかってしまうんで、ということでね、今回やってみたいと思います。もうね、適当ですいません。ちゃんと見ろよって、ね。よく見ても見れないっていう年頃ですね。もうほんと、じじいにはなりたくないわ。ということでね、こちらの方作って、気を取り直して、こちらの方ですね、なんかね、こういう部品です。この部品をね、取り付けていきます。どこ？ここ？ここ？え、どこ？どこ？え、こう？こうか。ほうほうほう。もうすぐね、あのね、あれですよね。もう、これをが配信されるのはだいぶ先になると思うんですけどもね。もうね。はい。これでいいのかな？で、次はですね。N パーツ。うわ、わかりにくい。これが N パーツですね。N パーツを取り付ける。取り付かないぞ。これが逆だったわ。で、こうだね。で、5ミリ以下の部品はやめてください。誰だよ。誰だよ。5ミリ以下の部品はやめてください。お願いします。もう見えないし、ってもうまく書かないんで。じじいなんで。じゃあ作んなよって話ですけどね。そういうわけにはいきませんね。これ好きなんでね。ああ、もうほんとね、なんかね、あれですよ。ほんま最近ね、もうめっちゃぼやくようになる。だからぼやくようになるからダメだね。もう俺は、あれだよ。うん。いろいろと考えたんだけど。もうね、あれだよ。うん。もう引退だ。もうね、ダメだ。すべてから引退する。すべてから脱却する。それしかないね。もうね、生きていくには。すごい部品がいっぱいついて、なんかめっちゃ複雑ななんかすごいマシンなんだろうけど、実際こういうマシンを作ってもらいたいかなと。なんかあるんだよね。これはこのモーターだとか、これが何の役目だとかさ、きっとあるんですね。きっとね。きっとあると思いますよ。きっとあると思うんですけど、あると思うんですけど、それが何だか分かんない。ね。これも愛。
あれも愛、きっと愛。何だっけ違うね。これなんか愛の水中歌っていう歌あったよね、昔ね。松坂慶子さんのね、あの綺麗なお姉さんのね。うん、もうね、ウルトラセブンに出てたのかな。なんでウルトラセブンなんだよって感じだけどね。R。R 部品。かなりでっかい部品だな。これか。違う。頑張れ俺、頑張れ俺。よし、辛くなったら自分で自分を励まそう。頑張れ俺ってね、おじさんはよく言います。頑張れ俺、頑張るんだ、負けるんじゃない、まだまだ戦えるはずだ。まだ戦います。まあ戦えるって言ったように、こうなんかタオルとか投げられるの辛いよね。なんか格闘技やっててね、思う、あれ思う思う思う、ええみたいな、もうダメなのみたいなね。じゃあ、なんかめっちゃメカっぽくなってきたよね。地味になんだろう。耳にたまにこと抜けて忘れるのがすごいよね。ずっと順番に読んでて、なんでこの穴開いてんのって後で気づくんだよね。ここあんた抜けてるでしょみたいな。俺が抜けてるんだよみたいな。見忘れたみたいな。しかも、きつい。きついねー。このパターン一番つらい。結構時間経ってる？時間経ってるね。次に行こうか、次に。終わりそうにもないから、次に行こうか、次に。では、次の回まで、またね。またねって言って、またねって言いながら、まだね。
まに自分がこういうの入るだろうなと思ってて、違うパーツの形のやつが来たら、驚かない。まさがみよく驚くんで、え、これ入るの？え、これここに出るの？みたいな。ないですか？ありますよね。なんか、予想外にでも、面白い。それがいい味出してるっていうか、なんでしょうね。うわ、このちっちゃいの入れんの、サイの。うわ、多分いつも言ってるんだけど、5ミリ以下はやめて。皆さんもご一緒に、5ミリ以下はやめて。できた。おお、できたよ。はい、ね。これでですね。本当はこのこっちが前なんだけど、私の場合はこうだね。逆なんでね。逆につけてあったんで、今更もう外せない。こういう感じか。で、とうとうこいつが来ましたよ。こいつの出番です。で、接着だね。接着するんだね。おお、これで接着するの。大丈夫か、接着して。接着するけど後悔はないね。これで失敗して朽ち果てても後悔はしない。もう覚悟はできてる。覚悟ができてるっていうか、失敗すんのは仕方がないっていう方向性でやってるからさ。失敗も何もねえよな。この時点でツアーもなんだろう。逆についてるからね。おお、ついた。これね、磁石でくっついてんのかな？なんか。うん。ペタってくっつくか、磁石なんだろうね。あ、完成しました。一旦これでカメラ戻します。
旦ここでカメラ戻しまーす。はい、カメラ戻しまーす。ちょっとだいぶ引っ張っちゃいました。ごめんなさいね。それでは皆さんごきげんよう。